もう一問、少し、ひらめきにくい証明問題をやってみましょう。平行四辺形 ABCD があり、各 B の二等分線を引き、この点を Q、ここを P とします。この時、DP イコール DQ となることを証明せよ。という問題です。では、しばらく考えてみてください。では、解説しながら、証明していきましょう。この辺と、この辺の長さが等しいことを証明することが目的です。この三角形が、二等辺三角形になっているような気がしますよね。では、始めましょう。ここと、ここが、平行ですから、その同位角として、この角と、この角が等しいと言えます。式では、AD、平行 BC、なので、角 CBQ イコール、角 DQP。また、ここと、ここが、平行ですから、その錯角として、この角と、この角が等しいと言えます。式では、AB、平行 CP なので、角 ABQ イコール、角 DPQ。また、ここで、この直線 BQ が、角の二等分線なので、角 ABQ イコール、角 CBQ です。よって、結局、この角と、この角が等しいと言えます。つまり、この三角形は二等辺三角形になるので、この辺とこの辺が等しいと言えるのです。証明では、括弧1、2、3より、角 DQP イコール、角 DPQ。つまり、二つの角が等しいので、三角形 DPQ は二等辺三角形。つまり、DP イコール、DQ。終わり。